張り巡らされた赤い糸は私の血管のようで。お休み前の美術館。広い展示室を埋め尽くすほどの赤い糸。塩田千春展、魂が震えるが森美術館で始まりました。塩田さんは記憶や不安のように形のないものを表現してきたアーティストです。展覧会は小さな手のブロンズ像から始まります。輪郭のない魂を包むような作品です。骨組みだけになった船と真っ赤な糸、血管のようでもあり、人と人とをつなぐ赤い糸のようでもあります。不確かな旅の赤い糸は私たちを導いてくれるのでしょうか。はたまた惑わせる存在なのでしょうか。塩田千春展、魂が震えるでは、25年にわたる彼女の制作を振り返ります。塩田さんにとって過去最大規模の個展となりました。黒い糸とピアノの展示室は精霊たちのざわめきが聞こえるようです。静けさの中では隣の家が火事で燃えた記憶から作られました。黒い糸は精霊たちの影のようで、楽しそうな声がピアノの音色とともに聞こえてくるように感じられます。壁にはところどころ塩田さんの胸の内が刻まれています。赤い糸で結ばれたミニチュアの家具たち、塩田さんの世界が凝縮され、ここで小さな展覧会が行われているみたい。糸はピンと張ったり絡まったり、小さな記憶をつなげては、もともとスタジオで塩田さんが自身の世界を伝えるために使っていたミニチュアを作品化したものです。ミニチュアの家具の向こうには東京の街が見えます。同じくらい小さく見え、作品と現実の街の境界は曖昧に。2019年の新作がこちら。2017年がんが再発し闘病を経た塩田さんの作品には、自分の体のパーツが使われるようになりました。がんの治療は塩田さんを置き去りにしてシステマチックに進んでいきました。
動物の皮と彼女の体で、魂はどこにあるのか問いかけます。黒い糸に覆われた空間を抜けると、2着のドレスは鏡に映り、合計4着。見えている2着は現実か虚像か。2004年頃、再開発が進むベルリンで、塩田さんは廃棄された窓枠を集めました。塩田さんは第一の皮膚を肌、第二の皮膚を衣服、第三の皮膚を居住空間と考えています。第三の皮膚を象徴する窓の影は、溶けそうなほど透き通って穏やかでした。たくさんのスーツケースが吊るされ、天の川のような道を作っています。ゆらゆらと揺れ続けるスーツケースは、持ち主の思い出をパンパンに詰め込んでいるみたい。記憶がスーツケースから飛び出したがっているよう。幸せな旅だけではないでしょう。スーツケースが人間そのものに感じられました。スーツケースの影は生き物のように動いています。展覧会の終わりにふさわしく、訪れた人の心を明日へ導くようでした。魂はどこにあるのか、優しく問いかける塩田千春展。魂が震える森美術館で、2019年6月20日から10月27日まで開催しています。詳しくは動画の概要欄にある公式ホームページへのリンクをご覧ください。